それでは2月25日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。宅研を受験しようと決めたからといってすぐにやる気が出るわけではありません。勉強に取り掛かることでやる気スイッチがオンになります。気持ちが乗っている日も乗らない日もまずは5分だけでも勉強するようにしましょう。そうすると5分しかやらないって決めていたとしても10分とか20分できることもよくあるんですね。1回始めてしまうとと意外と え続けるることでできるんですよだからやる気が出ない時こそぜひですね、えー、短時間でいいのでまずやってみるってことを行ってみましょうでは問1に入ります共用部分の保存行為を行うためには規約で別段の定めのない場合は区分所有者及び議決権の各過半数による集会の決議が必要である丸か罰かという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこちらの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください で答えは、これ、誤りですね。でどこが誤りかというと、えー、各過半数による集会の決議、これが誤りです。共用部分の保存行為っていうのは、各所有者が、えー、単独で行うことができるんですね。で、今回の問題は、各過半数による集会の決議と書いてあるので、これ、誤りですね。集会の決議をしなかったとしても、えー、単独で行うことができるんですよ。 各所有者、つまりマンションの所有者ですね、は単独で保存行為を行うことができます。じゃあ、この共用部分の保存行為って具体的にどんなものがあるのでしょうか。こういったときに、さっと頭に思い浮かぶかどうかで、理解できているかどうかが分かれてくるんですね。例えばなんですけれども、共用通路や階段の電球が切れていたから交換をしたとか、あと共用通路の清掃行為、 でこういったものが共用部分の保存行為になってきます、えー。ちょっと難しい言葉で言うとですね、えー、物の価値を現状維持させるための行為になります。この二つの具体例で言うとですね、通路の電球が切れていたから、それを現状に戻すために交換してますよね。また、共、え、用、ー、通路、えー、枯れ葉だらけで汚い状態、それをきれいにするために掃除したと。これも現状維持ですよね。こういった行為が保存行為になります。 でこういった行為は区分所有者の一人が単独で行うことができるんですよということですね。で、問い2ですね。宅券業者 C 社の非常勤役員が刑法第208条の3、狂気準備集合及び結集の罪により罰金の刑に処せられたとしても C 社の免許は取り消されることはない。丸かツかという問題です。え答えはツですねえ。免許取り消されます。 まず、非常勤役員というのも役員なんですね。で、この役員が、狂気準備集合および結集の罪で罰金刑となれば、C 社は結核になるんですね。役員だけじゃなくて、C 社も結核になっちゃうので、C 社は免許取り消しになるということです。 で、今回細かい解説まではしてないんですけども、個別指導の受講者さんは、基本的な考え方に基づいてえ、回答を導いてください。この基本的な考え方についてはえ、個別指導の受講者さん専用のメールマガでお伝えしてますので、そちらをご確認ください。基本、つまり考え方に忠実、これが合格への第一歩なんですね。基本的な考え方を使えば、免許の基準の問題、間違えることはなくなりますので、 ぜひですね、この基本的な考え方を頭に入れて、確実に一点ゲットしましょう。で、続いて問いさんに入ります。え、準都市計画区域において、医療法に規定する病院の建築のように供する目的で行われる4000平米の開発行為を行う場合、開発許可が必要である、丸か罰かという問題ですね。え、答えは、えー、丸です。開発許可必要です。え、準都市計画区域内においては、 原則3000平米以上の開発行為は開発許可が必要なんですね。でそして医療施設、まあ、今回病院なんですけども、病院っていうのは開発許可不要の例外じゃないんですよ。従って原則通り開発許可が必要となります。そして、えー、もう毎回言ってるんですけども、開発許可の用品については、もう解き方、答えの導き方をマスターすれば、もう常に正解できるんですね。なので引っ掛け問題も怖くなくなります。 もし、開発許可の用否で間違ったり引っかかったりする方については、ぜひですね、個別指導をご検討ください。個別指導では、その答えの導き方まで解説をしております。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。